CT110 は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売していたオートバイである。本校では、同モデルのほか、全身並びに、現行モデルである CT125 ハンターブについても解説を行う。低照バックボーンフレームを採用するスーパーカブをベースにして、レッグシールドを除去、さらに装備品を変更し、デュアルパーパスに特化させた。 ハンター株の通称を持つ CT シリーズの一車種である。形式名 JD01 の本モデルは1979年まで輸出専売とされた CT90 の後継として開発。1980年にカナダパプアニューギニア南アフリカ、ブラジルアメリカ合衆国、オーストラリアニュージーランドなどへの輸出販売が開始された。日本国内使用はブロックタイヤスキットプレート、 大型リアキャリア、アップマフラーテレスコピックサスペンションなどを装備するレジャーバイクとして1981年10月1日発表同月2日発売。日本国内向け仕様は1983年にトレール110のペットネームを持つ北米向け仕様は1986年に販売終了となったが、オセアニアを中心としたその他の海外向け輸し用は 製造販売を継続。ニュージーランド向け2012年モデルを最後に生産を終了した。当時の実質的な後継モデルは、コンセプトモデルとして2012年11月11日に、ホンダ技研工業青山本社ビルで開催された、株ミーティングイベント、カフェ株青山2012で展示された、クロス株 CC110 である。同モデルは2013年5月22日に、 同年6月14日から発売することが発表された。CT 並びにハンター株の商標を使うモデルは2019年に CT125 ハンター株が発表された。同モデルの発表、発売以降もクロス株シリーズは併売される。搭載される JD-01E 型クーレ4ストロークサイチェシー気筒エンジンは内径 X 工程。 52.0X49.0、排気量 105cc、圧縮比8.5から、最高出力 7.6PS、7500rpm、最大トルク 0.85kgm、6000rpm をマークする。補給類は、シムケチによって異なる部分があるが、バルブタイミングは、全地域共通である。マニュアルトランスミッションは、 シーソーペダルによるボトムニュートラルのリターン式4足であるが、こちらもシムケッチによって仕様が異なる。また副変速機はエンジン左側下部のレバーでハイモードとロモードに切り替えが停車時に可能である。ただし、日本国内並びにオセアニア向け優勢仕様には搭載されない。サスペンションは前輪がアウタースプリング式テレスコピックフォーク。 後輪がスイングアームである。ブレーキは前後ともワイヤー式ドラムブレーキである。フロントブレーキレバー根本にはブレーキ作動状態でレバーを固定できるパーキングブレーキ機構を日本国内仕様を除き標準装備する。ボディカラーは1981年モデルまでがタヒチアンレッド、それ以降がモンツァレットとされた。その他にもシムケチや納入先触手による 専用色が存在する。改良や、シムケチによって、仕様が異なり、デカール表記、ハイガス対策機器、フロントキャリアサブタンクセンタースタンド、チェーンカバーメーター類、ウィンカー、電装品電圧、シートなどに際がある。以下で詳細について、解説を行う。オーストラリア優勢使用車外品のフロント、センターキャリアボックス装着また、 製造途中での改良や仕様変更も数度にわたって実施した。主に北米地区へ輸出された。社名の後に付帯するアルファベットは H がハンター、T がトレイルを意味し、トレイル数字は北米地区でのペットネームである。2019年に開催された第47回東京モーターショーに CT125 の社名でコンセプトモデルとして出品。その後、 社名を CT125 ハンター株、形式名に BJJA55 の市販車として2020年6月26日に発売されることが同年3月20日に発表された。形式名に BJJA48 のスーパー株 C125 ベースに10類の LED 化などは踏襲するものの市街地走行から郊外へのツーリングや林道での トレッキングなど幅広い走行状況を想定した、車体食源とフレーム合成バランスの最適化など以下の仕様変更を実施した。車体色は、グローイングレッドとマットフレスコブラウンの2種類を設定。年間販売目標は8000台で希望小売価格は消費税10%込みで44万円とした。なお、本モデルは、大ホンダマニュファクチュアリングカンパニーリミテッドが製造し、 ホンダ技研工業が輸入事業者となる形で販売される。ありがとうございます。